はい、皆さんこんにちは。今回は、聞かされた有名人ということで、会社の経営者についてです。で、こちらの会社ですね、について、今回、ご紹介させていただきます。友好ラッキーグループということで、アミューズメント事業を中心に、スパリゾート事業、フード事業、まあ、リサイクル事業まで展開する日本の企業グループです。で、こちらですね、金海龍海さんという方が、起業されまして、で、こちらの金海さんが、九州工銀信用組合と、こちらですね、在日韓国人系の信用組合であるということで、で、この信用組合が今の横浜中央信用組合とい他の信用組合と合併しまして、で、新しい、信用組合になったんですけど、その時のニュースが民団のホームページに出てまして、これですね、横浜中央と九州工銀が、合併したと、横浜中央信用組合と九州工銀信用組合で、かっこ、金龍海会長と出ておりまして、まあ、九州工銀信用組合の、まあ、金海龍海さんは金龍海、ということで、まあ、通名で金海ということで、で、在日の方であるということが、この民団のホームページからも分かりましたので、友好ラッキーグループが、の創業者がですね、在日の方であることが分かりました。で、また友好ラッキーグループはこの一族で経営されているグループ で、 代表取締役社長が現在、息子ですね、創業者の息子であります金海元康さんが勤めておられまして、で、こちらですね、これが現社長です、友好ホールディングスということで、まあ、大学卒業、ゆくゆくは継ぐのだろうがということで、父、まあ、お父さんから継いだということで書いてありますので、2010年に社長へ就任しましたと。父は早く継がせたかったようですがということで、まあ、創業者の息子さんですね、これが社長です。で、あと副社長で金海元樹さんですか、ありまして、こちらの方の Facebook に載せてまして、 Facebook こちらです、金海元樹さん、株式会社友好エステート代表取締役社長ということで、友好ラッキーグループの傘下の会社の一つの社長ということで書いてありますので、この、まあ、友好グループの、まあ、一族の方であります金海元樹さんなんですけど、こちらの括弧キム・キソウと書いてありまして、まあ、キムさんであるということをおっしゃられてますので、まあ、よりこの確実にその在日の方々であることが分かりました。まあ、この方は現社長の弟さんではないかなと思うんですが、まあ、そういうことによりまして、友好ラッキーグループは、まあ、在日の方が起業された、まあ、在日の方々の経営される会社であることが分かりました。で、ですね、まあ、福岡が創業本社でありまして、創業された場所なんですけど、まあ、愛知県の方に健康ランドオープンされたり、あとこの神奈川県の藤沢とかも店を出されたりと、あと 山口県の方とかですね、このあと東日本のリサイクル工場っていうのも埼玉に出されているということで、日本全国に拡張展開しております企業です。で、こちらの方に売上高749億円と書いてありますが、最近の情報ですと、これ友好ラッキーグループのホームページなんですけど、去年の売上が1000
11億円と、1000億円を超える大企業です。で、事業内容も、遊技場、旅館ゴルフとゴルフショップ、飲食店、不動産業、航空機リース事業と幅広く手掛けております会社です。で、これ2012年度なんですけど、西日本長者番付に、創業者の金見さんが載っておられました。高額所得者ベスト10、西日本編ということで、4番ですね、有効会長ということで、金見龍海さん。個人の所得で11億9千万円と、すごい、所得ですね。このように、有料企業の、大会社の社長は、在日や帰化人の方々が勤めておられるという、今までの、言説に、乗っ取った結果が分かりました。で、漢方も調べますと、金海さんですね、いろいろ出てきまして、有効エステート代表取締役、金海龍海。で、有効リゾート。このリゾート、こちらのオツの会社を、解散して代わりに、有効エステートというふう本にですね、合併したということを書いてありまして、調べますとですね、いろんな会社を経営されていることが分かりまして、またこれも他の時の官報なんですけど、ロイヤル観光株式会社代表取締役、金見龍海さんが、株式会社有効ラッキーウエストの代表取締役、息子さんですね。ロイヤル観光を解散して、で、息子の方の会社にしたということを官報に載っておりまして、たくさんいろいろな会社を経営されていることが、金海さんも分かりまして、今までのですね、在日の社長の方々も、同じ一人でいろいろな会社を経営されていることも分かりまして、我々がですね、会社を起業しますと、会社の税金がかかってくるんですが、在日の起業家が、みんないくつも会社を経営されているところを見ますと、明らかにこの税金の設定が違うと確信します。で、この同じ会社を起業したときに税金がかかってくる設定が違うということで、我々が日本の国内で、お金持ちになるというのは、その設定がある限りは大変難しいんじゃないかと感じました。で、どのくらいの差があるかというのは分からないんですが、今後そういうことも確認していきたいと思います。で、我々はですね、設定されている内容とかですね、この差についても考えていかなくてはならないんではないかと感じました。で、今回はですね、有効ラッキーグループについて、ご紹介いたします。また、これからもよろしくお願いします。今回は以上にいたします。ありがとうございました。失礼します。